神山さん。どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです、私に協力してもらえませんか。協力してもらえませんか。わかったよ。何からやろうか。何からやろうかな。ありがとうございます。じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。脚本のジャンル、本だな。お、クラリス、くらいですね。まず本棚にある本を、シャーロック・アルセーヌ、E言語プログラミング、そんなの、ナポリの休日、恋愛小説、走れ武蔵、京都戦線異常なし、下の棚はエマール夫人の誘惑エマール夫人の誘惑あるじゃん。そうだな、エマール夫人の誘惑ね。スポーツいいかもしれない。走れ武蔵、まずは走れ武蔵なんてどうよ。こんな感じの話はどうだろうか。スポーツですか。うん、熱い友情の物語。熱い友情の物語、うん、楽しそうです。いいじゃない。あとは推理小説かな。推理小説いってみようかな。推理小説なんてどうよ。こんな感じの話はどうだろうか。すみません、うん、そうなんだ、それはちょっと苦手なんだ、推理は。プログラミング、じゃああれにしましょうか。ナポリの休日、恋愛小説、これはいいんじゃないか。こんな感じの話はどうだろうか。恋愛ですか。うん、いいですね。私も書いてみたいです。うん、いいね、いいね。いろいろ提案はしてみたけど、どうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。うん、この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。うん、確かに。忘れてください、忘れてください。あの時は夢中だったから。いいね、あの忘れてくださいの時のポーズがいいですね。俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。うん、小宮山さんはどんな女性が好みですか。ヒロインのイメージがそうだな。その前に髪の色は、お、目の色は、まずそうだな、ここで、クラリスを覗くと。なるほどね、ここでクラリスを覗くと。髪型、まずは髪型ですね。髪型、こっちの部屋の端っこの方は何にもないと。じゃあクラリスの、髪だな。髪の色は、金髪が美しいね。金髪だな。美しくきらめく金髪。うん、ヒロインといえばこれがいいな。これがいい。ふむふむ。うん、そして目の色は、目の色は青、緑、虹色。虹色もいいけど、青もいいけど、やっぱり緑色の瞳がいいかな。緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なんでなんだろうな。こういうことは
神山さんの好みのヒロインは金髪緑の目って私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。へえ、そうなんですね。うん、それじゃあ恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか。手紙。なるほど。うん、ちょっと待ってください。おいクラリス。おい、相変わらず集中すると周りがちょっと隙が。いやいやいや、綺麗な足だな。周りが見えなくなる。何かメモをしているのかな。話しても無駄だろう。周りが見えなくなるとか。ああ、いかんいかん。あぶい、あぶい。本だな、本の。帝都の百選。本だな、本。本の数でも数えて。よし、できた。お待たせしました。いい告白シーンができそうです。それは良かったよ。少しは力になれたんだよね。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。難しいな、デートね。綺麗な髪飾り、そうだな。そうだな。後ろのものは、後ろの本とかは、やっぱ本で釣った方がいいんじゃないか。本で釣った方がいいかもしれないな。面白い話になる。いや、その前にちょっと、髪飾りかな。綺麗な髪飾り。これをプレゼントとかね。これか、どうかな。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとか、つけてくれると嬉しいかな。この前のデートでは、それはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んで喜んでつけてくれるの。本当に。プレゼントですから、誰にもらっても嬉しいだけです。誘導尋問に乗っかってんな。本かな。その前にこう期待の眼差しを受けてみましょう。食事の方かな。新流圏に行ったように二人で食事に行くなんて。新流圏はもういいわ。そうですね。うん、違うとこね。雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。そうだ、本だろうね。どう考えても本でしょうね。本だな。どこか好きな場所に行けば話も弾むんじゃないかな。確かに本屋ではいろいろ話しましたね。そっか、私が本を好きなのを知ってるから、ちゃんと場所を選んでくれてたんですね。いや偶然だよ。でも相手のことを知るのは大事なんじゃないかな。もうこれはもうよくわからないことになってる。もうあの脚本と実際のこう経験がごちゃ混ぜになってますね。ちょっといいこと言ったかな。そうか、喜んでくれるのなら。そうか、喜んでくれるのなら、これだな。ペンは違うか。あとは違うな。
いやそれはあんまりだな。新竜拳の話はいいわ。ちょっといいこと言ったかな。うぬぼれる。うぬぼれて何もねえじゃん。これかな。新竜拳の話しかもうなくなっちゃったね。他なんかある？本とかない？ベッド、本、絨毯、別の本は、ペンは、特になさそうですね。新竜拳の話しかないか。新竜拳でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。でも、なぜそう思うんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが、恋愛というものが分かったような気がします。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスで、クライマックスね。その通り。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが、そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。あらあら、ちょっと待ってくれな。君、クラリス君、ちょっと待ちたまえ。腕に包まれている。俺が押し倒されるなんて、なんという急展開。よし、ちょっとね、心のように優しい輝きだ。いやいやいや、何でしょうか。いやいやいや、瞳でしょうね。唇、いや、瞳を見つめましょうかね。あまり見つめないで、恥ずかしいです。そしてからの、まあなんかトークでしょうね。クラリスの腕に包まれている。まさか俺が押し倒されるなんて。こっちにしようかな、先に。押し倒すって初めてで、これで合ってますか。いや、合ってる。いいよいいよ。クラリス、こっち側だけお酒があるんですよ。お酒がね、こっち側に。で、こっち側ないんだね。左右対称じゃない。どうにか、まあどうにかなってしまいそうだ。この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。何も言わないで。何も言わないでの方がいいけど、私だけを見ての方がいいんじゃないか。今は私だけを見て。こうですか。何も言わないでの方が、アナスタシアだったら何も言わないでの方がいいかもしれない。そうですね、どうしようかな。クラリスちゃん、息遣いが近い。どうしてこんなことに。特にあとないもんね。この照明が綺麗だねみたいなボケとか逃げはできないからね。何もないですね。何もない。もうこれはもう直球で行くしかないんだ、これはね。ちょっと腹くくって、じゃあここでしょうね。息遣い、次はどんな次の言葉。
抱きしめてでいいんじゃないか。キスはちょっとまずいだろう。抱きしめて。こうなったらもうあの言葉しかない。もうあのこと、どういうこと。こうなったらもう何もないよね。何も選択肢がない。いやもうこれはもう行くしかないですね。しょうがない。もう一発行きましょうか。最後の一言、あなたを真ん中ぐらい、あ、弱い、ちょっと弱いか。ちょっと弱かったか。押し倒すってこんなに恥ずかしいんですね。もうちょっと強くてもよかったかな。男が押し倒すんだけどね。天然だね、天然ちゃんだね。忘れてください、いっそ死んでください。いっそ死んでください。死ね言われちゃった。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。めちゃめちゃ分かったよ。それじゃ。いや